清水梨沙選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。約1ヶ月ぶりのベレーザのサッカーはどうでしたか？そうですね、まあ、前半うまくいかない部分あったんですけど、後半修正して、まあ、3点取れて勝てたことっていうのはすごい良かったと思います。本日の試合でなでしこリーグ通算100試合出場を達成しました。今までの試合振り返ってどんな気持ちですか？そうですね、まあ、自分今シーズンになって知ってもうすぐ100試合っていうのが、すごいあっという間だったなっていうのが率直な感想です。ゴールデンウィークの連戦に向けて、まあ、アウェーの試合にはなるんですが、意気込みをお願いします。はい、連戦ですがチーム全員で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今噛みました。